いぜりとしてしつこく吹く向かい風、またその風風速が増してきたようにも感じるこの時間帯の水面上です。優勝戦前の一勝負、水面上は2つ目の選抜戦です。11レースが始まります。1号艇愛知、安藤博隆、2号艇福岡、河野文明、3号艇埼玉、武田正則、4号艇埼玉、中村武です。5号艇滋賀、上田良平、6号艇福岡、梶原忠、以上の6選手です。1番安藤を先頭にして乗って、これから直線コースは1番通りの待機行動、運動にはありません。昨日の陰線はきっちりと勝利を挙げています。手塚ラストの走りはシリーズ2度目の陰線となります。1番の安藤、2コース2番の河野、前半は5コースから鮮やかなまくり出しでの勝利。3コースには3番の武田、地元で続いて門内4番中村、揃って前半2着、外2人連勝かかります。上田が5コース、梶原が6コース、枠内の3回戦で1番2番3番4番5番です。4番3番6番118.9倍、先頭4番ラフタゴーリン、3番3番5番